お疲れ様ですいやー成功ね今ねちょっと飯食ってきたんですよ地元の古い同級生が飯でも食いに行かないって言って誘ってくれたんで行ってきたんですけどもまあ急に誘われてもね行けるっていうのが私の成功ですかねで帰ってきたら私の家の玄関に漬物が置いてあったんです例のネオ FP 私の速価塾の中で2番目に月収100万を 突破した男ですね、うん、今となってはね IT を扱えるファイナンシャルプランナーということでその地位を不動のものにして見てください今はね社長ですよ1階の社員だったのが当時ねまだ20代の若者だった彼が私のマージャン店に手紙を出してきてねそっからの縁なんですけどもいやーなんかすごいっすねそう考えてみたら、うん、で今彼がね私を目指してくれて 今は社長になって、自分の足で、自分の家族を養いつつ、人は待ててるわけですよ。彼も成功ですね。で、彼が成功して、自由な時間を、私のところに来てね、漬物一個、玄関にいないからってうんで、置いてってくれる。これも成功ですよ。もうね、松田成功みたいな感じですよね。い <laughs> ってらっしゃい。